鉄の門扉を見て、掃除したのよ。それでこんなに汚れてる。おかしいわ。視力はいいし、我ながら几帳面だし、ありえない。でも事実こうなってるのよ。そうなのよ、目立つでしょ。ほんとおかしいわ、昨日よりひどくなってるのは。畜生、また今晩頑張るしかないか。部活動対抗リレーの訓練をするわよ。全く練習しないわけにもいかないからね。段取りだけ確認しておいて。その間、対馬は私と接客練習。部活対抗リレーはギャグみたいなものだから。その間、私は校門前に詰めてるわ。あ、何か言ったの？どことなく演技がぎこちないからね。助っ人とはいえ、しっかりやってもらうわよ。何よ、首相じゃないのよ。さあ、訓練を開始するわよ。それ、いかがわしいわよ。アレンジはいいけど、その仕方がダメ。
あと声を出すときはもっとこう。でも、どこかまだぎこちなさを感じるわ。あんたは執事になりきれてない。役をするときにはその人物になりきることが大切。自分なりの想像力で執事になりきってみなさい。そうね、拡大解釈だけどそれで間違ってないわ。それはまた悲惨な設定ね。嫌なメイド長ね。私の悪口言ってるのか？私は動物か！そういう意味じゃないでしょ？っていうのは主に馬とかに対して用いられる言葉でしょ。だから私はそれに対し動物かって例えて。あとは実践練習よ。実際に訓練として第三者に執事として接してみて。それじゃあ訓練にならないから部外者がいいわ。次、この校門を通る人に協力してもらいましょう。時間は取らないしね。ダメ。何のための訓練よ。誰が通ろうとその人に協力してもらうわ。休みの日も手伝えか、誰。まあしょうがないんじゃねえの。今日の私も女の子が見たら妊娠するぐらい綺麗。
リー、そういう発言はやめようよ。実際の接客の時、そういうセリフは通らないでしょ。ちょっといいかしら。わあ、メイド服、日本の民族衣装だ。いや、違うでしょ。とうとう俺の妄想が具現化し、キャラたちが実体化を始めたのか。お、レオ、なんだそのすかした格好は。微妙に似合ってないね。執事の服なんか着て、私に使いたいの？ありがとう。で、佐藤さんにお願いがあるんだけど。うん、お客さんになりきって演技ができてるかチェックするのね。いいよ。お前の下僕っぷりは僕がねっとりとチェックしてやるぜ。光栄に思え。わあ、来てやったぜ。暑い中やってきたから喉が渇いたぜ。もらおうか。おお、もらったぜ。おっと、パンフレット落としちまった。取りな。だろ、新品をよこせよ。おい兄ちゃん、おめえ、名前なんてんだ。アホそうな名前だぜ。それより、僕は遠路はるばる来たから疲れたぜ。対馬とやら、お前そこにひざまずけ。椅子だよ椅子、僕が座ってやるから。
痛いな、何すんだおめえ、客に暴力か。寿司な、そこまでの客は確かに追い返してもいいけど、暴力は絶対ダメよ。まだまだね。君に指図しているあなたが接客の見本を見せてあげれば。あなたじゃなくてこの絵、見本ね。それじゃあ佐藤さん、お客役お願いできるかしら。いえ、私がやってあげるわ。とはいえ、私に使えられるなんてラッキーよ。まあ、いいわ、それで。それじゃ、始めるわよ。流明館へようこそ。何か。このメイドさん、胸が大きくない。ぐっ、ちくしょう、人が気にしていること。チェンジで。そんなんないわよ。素が出てるわよ。あ、しまった。上司がそんなんじゃ、レオがうまくできなくてもしょうがねえな。まっことその通りね。演劇部この程度？一緒に写真撮っていいかな。いやよ、向こう行ってて。メイドのくせに、なんてひどい。お前がこの絵に引っ張り回されるのを見ていたぞ。この絵の力になってあげてるようだな。偉いぞ。
問題ないと思うぞ。レオはよくやっている。偉い偉い。嫌か？こういうのは。その調子でよろしくな。任せろ。肉がいっぱい入ったおにぎりを握ろう。おい坊主、ちょっといいか？まあ聞け。陸上部も遅くまで作業してたんだが、帰りにこの絵が校門で何かやってたぞ。一人でやってたぞ。いいのか？ま、お前がいいならいいや。じゃな。たまにはお姉ちゃんと花札でもどうだ？こら、もうこんな時間だぞ。その名前を出されると頼んでる立場上何も言えないな。気をつけてな。